月刊ガンダムエースで連載中の機動戦士ガンダム水星の魔女バナディスハートに登場するモビルスーツ。巨大な右腕虎の手を装備したガンダムルブリス10がハイグレードとなってついに登場。今宵はこのガンプラをレッツクラフティング。ガンダムルブリス10。どうもこんにちは、クラフターです。今回ご紹介するのはこちらのキット、コミック版水星の魔女バナディスハートの主人公機ガンダムルブリス10です。さてパッケージはこんな感じなんですが、このイラストをご覧ください。印刷薄っ。まあね、プレ版ですからね、一色刷りなのは仕方ないところ。箱の大きさはこのようにちっちゃめですね。このキットの特徴は何といってもめちゃくちゃでかい腕、虎の手というらしいです。パッケージ側面には珍しく完成写真が載ってます。でもこのシルエット見てください。非常にダブルオっぽいような気がします。なんとなくエクシア感あるな。では早速箱を開けて中身を取り出していきましょう。オープン。わー、ご覧の通り早速クリアパーツが見えますね。ちょっとランナーを出してみましょう。よっこいしょと。ランナーは2袋ですね。なかなか少なめです。では早速袋を開けて中身を取り出していきましょう。外装カラーはホワイトがメインですね。ランナーを机の上に並べてみました。全体の分量としてはこれぐらいですね。ちょっと少なめ。はい、こちら外装のホワイトランナー、造形はこのようになってます。なかなかパキッとしたエッジしてますよ。しっかりと作られてる。そしてこれが胸部アーマーみたいです。細かい模様が入ってます。頭部はこのような感じ、前後で合わせるモナカ形状みたいです。そして股関節のパーツでしょうね。完全にこれはルーブリスと同系統。フレームはグレー系ですね。この首のパーツとか足首のパーツなんかほとんどルーブリスと同じですね。肩関節も同じようです。こちらが色プラの A ランナー、ブルーを使ってるあたり主人公機という感じがします。ご覧ください、顔面を発見しましたよ。こんな顔してるんですね。めちゃくちゃ変わってます。そしてこの上にクリアパーツがつくんでほとんど見えないような状態になるんでしょうね。そしてこちらがクリアパーツ、少しスモークがかってますね。頭部のマスクに胸部のクリアパーツ、ほとんど隠れるような仕様になってますね。あとは随所にイエローのパーツ、イエローそしてブルーと着てますから完全に主人公機カラーです。ちょっと今気づいたんですけど、この機体武装がない。ビームサーベルもなければビームライフルもないんですね。そしてホイールシールが1枚、シェルユニット部分ですね。意外と多いな。そしてこちらが説明書ですが、ご覧ください、なんとカラーです。中身は片面フルカラーで、もう片面が一色刷りですね。このでかいのが虎の手タイガーハンドですね。どうやらこのルブリス銃、そもそも武装を持ってないみたいです。義肢の延長として人間の人体拡張として作られたということらしいですね、設定上では。そしてこちらがパイロットのキユーラボット、もともと孤児らしいですね。そしてこの少年の心臓はガンド技術による人工心臓らしい。裏面にはこのように武装の紹介が載ってますけれども、ちょっと見てください、やば、このキットかっこよくないですか。何これ、エクシアじゃん。このでかいのが虎の手ですね。ここにもシェルユニットが内蔵されてるみたいです。そしてマニュピレーターだけではなく、このようにシールドとして使ったり、こんな感じで重火器として使うこともできるみたいですね。なんかロケットパンチも飛ばしてます。そしてこの虎の手、実は大型のモビルスーツから移植されたらしいんですよ。ということはこの手のデカさを持つ、なんかサイコガンダムみたいな大型機体が今後発売される可能性が非常に高い、激アツです。はい、というわけで内容物のご紹介でした。それでは早速作っていく。まずはパーツを切り出していきましょう。使うのはタミヤさんの先細スパニッパー。ゲートを少し残しながらカットしていきます。今回もものすごく柔らかいですね、このプラスチック。しかし見てください、太もものパーツでしょうか。すごい出来がいい。ここマジで筋彫りを入れたい。ここを毛がきたい。もう病気ですね、ほとんど。はい、パーツの全カット終わりました。ランナーごとに分けてボックスに収納してます。そしてタグをつけてます。全体の分量としては1箱で終わりましたね。ちなみにもう2度切りも終えてます。なので今から作っていきましょう。まずは頭部から作っていきます。頭部のパーツこれだけしかないんですよね。少ないな。まずはセンサー部のパーツ、後ろからこのように差し込んで前から出てくると。次にフェイスマスクとブレードアンテナ、このブレードアンテナ結構大きいですよね。これをはめて、そして先ほどの頭部に上からカパッとかぶせます。後頭部を閉じて、
これが顔ですね。変わってるな。そしてクリアパーツをはめますと。これで頭部の完成ですね。すごいな。もうガンダムというよりなんか仮面ライダー的な感じがします。ちなみに合わせ目はこの部分は段落ちなんですが、ここは合わせ目出てますね。これ消すのなかなか面倒そうだ。次に胴体を作っていきます。まずは首周りのパーツ。首の部分はこのように2つのパーツを合わせて、これで首の完成です。胴体は水性あるあるですね。ボールジョイントを平行に差し込みます。そして肩パーツのボールジョイントも水平なんですが、ここすごいです。信じられないぐらい硬い。これはまりますかねと思ったら、これ違いますね。これじゃない。そうか、フレームはルブリスと共用なんで余剰パーツがあるんですね。これは使わないやつ。使用するのはこちらの A ランナーのパーツですね。これをはめて、そして肩関節を差し込むと、ああはまりますね。ですよね。そしてホワイトの胸部アーマーをはめて、後ろから挟み込みます。さらにこのラベンダーカラーみたいなパーツを上からかぶせて、さらに背中から挟み込みます。まあまあ複雑な胸部してますね。首周りはイエローのパーツ、さらに内側にホワイトのパーツをはめます。ここのモールドかなり細かい。やば、首はめてなかった。最後にクリアパーツをかぶせれば、これでボディの完成です。これも変わった形状してますよね。まあ主人公っぽいっちゃぽいんですけど、合わせ目はこの肩の部分と脇の下にありますが、どちらも段落ちモールドになってます。次に腕を作っていきましょう。腕のフレームは簡単です。この2つのパーツを合わせるだけ。そして上腕はこのように両サイドに白いパーツをはめます。前腕も簡単です。この2つのパーツを合掌と。この前腕かなり複雑な形状してますよね。ここも筋彫り入れたいな。そして先ほどのパーツをブスッと差し込む。さらにマニピュレーターもつけます。これ右と左似たような形状をしてますが、どうやらちゃんと右と左のパーツが分かれているようなので、間違えないように組み立てる必要があります。例えば右と左を間違えると、このように肘が引っかかってちゃんとまっすぐに腕がならないんですよね。これはなんで左手用なんで、このように止めるとちゃんとまっすぐになります。次にショルダーアーマー、こちらも右と左ちゃんと分かれてますからね、間違えないように。このように左右から挟み込んで、この部分にはクリアパーツ、そして肩関節はルブリス同様のやつをこのように合わせて、こちらの小さいパーツを根元に取り付け、そして腕を差し込みます。さらにショルダーアーマーをはめれば、これで腕の完成ですね。かなりかっこいい。そして合わせ目はありませんね。前腕はありませんし、上腕もありません。肩もこのパーツで隠れるんで合わせ目ないですね。うん、素晴らしい。次に足を作っていきます。こちらはつま先のパーツですが、このパーツ硬いんですよね。グッと押し込んで、そして足首関節にはめると。かかとはこの2つのパーツを合わせて、そしてこれも足首関節にはめますと。最後にボールジョイント部分のこのアーマーを取り付ければ、これで足先の完成ですが、この部分の肉抜き穴、これでもかというぐらい見えてますね。ここはちょっと埋めたいところです。続いて太もものパーツですね。こちらガンダムルブリスと全く同じフレームなんですが、この上から外装パーツをはめます。ちなみに中のモールドが全部隠れちゃいますね。そして反対側から閉じると。太ももの合わせ目は段落ちモールドになっていますね。そして関節部分なんですが、こちらもこのパーツを差し込んで、このように挟み込みます。ちなみにここの合わせ目も段落ち化されてますね。細かいな。そして太ももに差し込んでおくと。すねを作ります。こちらがフレームですね。これを左右からこの白いアーマーで挟み込んで、この三角形の箇所、ここにイエローの色分けパーツを差し込みます。めちゃくちゃ小さいんでなくしそう、これ。はい、こんな感じではまりました。もちろん合わせ目は出ませんね。そして膝関節は C 字型、すねもはめて裏側から関節をカバーします。そして膝関節はこのように差し込んで、最後にサイド部分にアーマーを取り付けて、バーニアをぶっ刺します。 C 字ジョイントの足首を取り付ければ、これで足の完成です。なんか水星の魔女のガンプラも洗練されてきましたね。合わせ目全然出ないし、唯一気になるのがここの肉抜き穴と。あ、ちなみに足の裏にもありました。
続いて下半身です。このウエストのパーツをはめてこのように左右から閉じます。まあまあ変わった構造ですよね。これもフロント部分はこのパーツをはめてそして差し込みますと、リアはこのちっちゃいパーツで蓋をします。これで下半身の完成ですね。さてやってきましたよ、タイガーハンドの時間です。もうね、一見してパーツが大きいんですよね。まずはここにクリアパーツをはめますが、これめっちゃ気持ちいいです。スッと入ります。ぴったりだよ、当たり前ですけど。そして内部にグレーのパーツを差し込む。反対側も同じように。そしてこれが関節でしょうか。このように蓋をしてこれをここにはめますと。小さい可動式のアーマーもありますね。ここまで来たらこのように閉じます。なんかちょっとうまくはまんないんですが、ここに合わせ目がありますんで、まあ、こっち側も同じように毛がいておいた方がバランスが取れますよね。そしてルブリスの時に使ったバーニアをここに使うんですね。余すとこなくパーツを使っていきます。エコです。イエローのウィングを上に差し込むと、こうなりました。なんか巨大ロボット感あるな。そして上腕のパーツ、これもでかい。まずはこのパーツを差し込んでグリップをこの間にはめます。さらにこのパーツをこのようにはめて、なんかこうスライドするんでしょうね、こんな感じで。そして閉じます。前腕のアーマーをこのように左右から挟み込んで、ここも合わせ目綺麗にパネルラインで処理されてます。こちら側も同様ですね。素晴らしい。そしてクリアパーツをはめた後にこの白いパーツで蓋をします。なかなかかっこいいですねこれ。でこの部分にグリップをはめると、まあ両手持ちするときはこのグリップとこのグリップを使ってこう打つわけですね。来ました、大型のマニピュレーターですね。これご覧の通り親指どっち側にもつくようになってるんですね。なので右腕にも左腕にもなるという、そういう形状です。まずはこれを取り付けてここで蓋をしますと。さらに人差し指から小指までを作っていきます。このように取り付けてちゃんとこの関節で曲がります。ちなみに全部指同じですね。これを4本このように取り付けます。そして甲の部分で蓋をします。これでマニピュレーターの完成ですね。おー、なんか境界線機の手みたいな感じです。先ほど作った腕にマニピュレーターを差し込んでショルダーを取り付ければこれで虎の手の完成です。おー、すごいですよね。これが両腕に来るモビルスーツ、一体どんなやつなんでしょうか。気になるな。ハイグレードガンダムルブリスジウスグミの完成です。もう簡単でしたね。全体としてはこれぐらいなんで少ない。じゃあ早速組み立てていきましょう。まずは下半身に足を取り付けて、この辺もねアーマーがないんでめちゃめちゃ多分可動いいですよ。ほら、次に上半身ボールジョイントの腕を取り付けて、はい、これで上半身の完成ですね。なんかかっこいいというか人間っぽい腕してますよね。ちょっとウルトラマンスーツっぽさもある。そして上半身と下半身をドッキング、ガシャコーンと。いかがですか、これ予想より絶対かっこいいでしょう。さらに背面にこの大型の虎の手を取り付けて、最後に頭部を取り付け、ジャキーン。これでハイグレードガンダムルブリス10の完成です。ハイグレードガンダムルブリス10すぐみの完成ですが、予想をはるかに超えるこの出来栄え、めちゃめちゃいいですね。そして背面に取り付けたこの虎の手がまたいい。これはねすぐみで終わらせる予定だったんですけど、あまりにもかっこいいんで今から全塗装します。さてじゃあ作っていきますよ。この後ハイグレードガンダムキャリバーンも全塗装したいので、ちょっとサクッと簡単な全塗装で終わらせたいとは思ってます。設定イラストをプリントアウトしてみました。もうこのイラストからかっこいいもんな。ちょっとね改造ポイントというかディテールアップポイントをこのようにシャープペンシルで描いていきます。簡単に終わらせるんじゃなかったんかいと、なんかイラスト見てたらすっごいいじりたくなってきました。胸部周りもこのようにディテール追加していきたいと思います。やべえ、キャリバーにたどり着かない。というわけでこんな感じにシャープペンシルで描いてみました。これを参考に組み立てていきたい。まずは一番気になるこの足首の穴埋め、これやっていきましょう。寸法を測って寸法通りにプラ板をカットしていきます。ザクッと。そしてこの 0.3 ミリの薄いプラ板でここを穴埋めしたいと思います。寸法ちょっと間違えた。カットしたプラ板をこのように巻きつけて若干 R 状に成形しておきましょう。プラ板を接着剤で貼り付ける。
そして抑えると。実際結果を報告しますと、このやり方は失敗です。プラ板が割れちゃう。別の方法でいきます。円形にプラ板をカットして、これを4等分にカットします。もう半分にカット。このプラ板を使ってこんな感じで穴埋めしたいと思います。接着剤で貼り付ける。このようになりました。めちゃめちゃ適当ですけど、まあいいでしょう。次に足のパーツをやっていきます。ここにプラ板を貼り付けてディテールを追加していこうと。もう簡単に終わらせる気が全くないというね。キャリバンはいつになったらできるのか。接着剤で貼り付け。さらにディテール追加していきましょう。かなり複雑な太ももラインになるような気がする。そして接着と。胸部にもこんな感じでプラ板を貼ってみました。筋彫りとかリベットモールドとかいろいろ追加して一旦完了です。さまざまな工具を使って表面処理やすりがけしていきます。まあいつもと同じやつなんですけどね。コメントで何のためにヤスリがけするんですかという質問が来てたんですが、まず第一の目的はこの辺のゲート跡ですね。これをまずは消すためですね。まずはゲート跡部分をしっかりとヤスリがけで平面にしていきます。あとは塗装の食いつきを良くするということと、ご覧ください。このように軽くこすってみると分かるんですが、つま先にキラキラした箇所が残ってますよね。このようにプラスチックのパーツって平面じゃないんですよね。デコボコしてます。なのでこれをきれいに処理することによってスケール感というか、よりロボット感、金属感が増すわけです。はい、これできれいな面ができたと思います。先ほどのキラキラしたへこみなくなってますよね。パーティングラインも消してヤスリがけの完了です。ここで登場超音波洗浄機。パーツを投入。余裕で全パーツ入りましたね。さすがハイグレード。そして洗浄に使う液体はただの水道水。注いでいきます。ここでキュキュットを投入。パーツに持ち手棒をつけて塗装準備。 0.5mm と 0.3mm 口径のハンドピースを使って塗装していきます。夏といえばこの水洗式塗装ブース、粉が飛ばないのでめちゃめちゃいい。ただ水の処理はめんどくさい。スイッチを入れると水が充填されて、まるでナイアガラの滝のように流れ出る。下地に使うのはいつものクラフタサーフェイサーライトグレー。若干グレーがかってるので使いやすい。まずはパーツの側面や裏側などちょっと入り組んだとこから塗っていきます。そして次に広い面を液だれしないように丁寧に塗っていきます。全体にまんべんなくサーフェイサーが行き渡るように、こんな感じ。フレームにはまずサーフェイサーエボブラックを塗ります。こちらもまず側面から塗っていって、次に広い面を塗装。こちらもこんな感じ。白の外装はフィニッシャーズスーパーシェルホワイトを使用。塗っていきますが、ホワイトのカラーの塗装ってほら見てもらったら分かりますけど、全然つまんないんですよね。濡れてるかどうか全く分からない。イエローはミスターカラーのキャラクターイエロー。要所要所塗っていきます。このイエローもちょっとオレンジがかってて非常にいい色です。小さいパーツはこのように段ボールに貼って塗ると塗りやすいですよね。ラベンダー系のパーツはこの MS パープルにちょっとグレーを混ぜて作ります。そして塗っていく。こんな感じ。ブルーのパーツはジェネシスブルー。1回塗ったので塗り分け用のマスキング、エッジが厳しいんでミスターマスキングソルを使います。パレットに液体を出して筆で境界線を塗っていきます。境界線の外側をマスキングテープでカバー。フレーム系はスターブライトアイアン。ふわーっと塗っていきますが、この塗料ほんとめちゃめちゃ金属感出ますよね。こんな感じでピッカピカです。マスキングテープを剥いでいきましょう。楽しい。こうなりました。いいですね。まあまあいい感じに塗り分けられてるんではないかと思います。墨入れしていきましょう。今回はダークグレーではなくグレーですね。3点モールドに注入。シェルユニットはいつも蛍光カッティングシートなんかを切って作っていくんですが、もう細かすぎてやってられないということでプリントアウトすることにしました。こんな感じでイラストレーターで作ってプリントアウト。これを蛍光ペンで塗ります。もうこれめちゃくちゃ簡単です。最高です。もうこんな細かい柄いちいちカットできませんからね。そしてこれをパーツに貼り込んでいく。こんな感じで貼り付けました。上からパーツで押さえてと。おお、できました。なかなかいい感じ。これ光らせたらどうなるんだろう。光らせてみますよ。ビコーン。おいいね。簡単かつかっこよく仕上がりました。最後の工程、足にこの丸いモールドが
こう2箇所入ってるんですけど、ここにこちらのメタルパーツを取り付け、エポキシ系接着剤の A 剤と B 剤を出して、黒の塗料をこぼしてめちゃくちゃ汚くなった爪楊枝を使って混ぜ混ぜと、そしてメタルパーツを貼り付け慎重に、これすぐ飛んでいってなくなっちゃいますからね。うまくいきました。お、ずれてしまった。はい、 OK です。ガンダムルブリス10ディテールアップ全塗装の完成です。じゃあ早速最終組み立てしていきましょう。右足を取り付けて左足も取り付けと、これで下半身の完成です。下半身だけで十分かっこいい。そして裏側はこんな感じです。次に上半身、ボールジョイントの腕を取り付けて左腕も、はい、これで上半身の完成ですね。非常にヒロイックなシルエットしてます。そして上半身と下半身をドッキング、ガシャコーンと、いやこのキット予想よりかはるかにいいですね。主人公感が半端ないな。背面に虎の手を装着して、最後に頭部を取り付け、ジャキーン。これでハイグレードガンダムルブリス10の完成です。クラフタチャンネル。ハイグレードガンダムルブリス10ディテールアップ全塗装の完成です。近くで見るとこんな感じ。飲みすぎで声がやられています。ほんとすいません。バックショットはこんな感じですが、虎の手のこのボリューム感素晴らしいですよね。ではこのガンダムルブリス10の魅力に迫っていきましょう。まずは何といってもこの背中に背負った虎の手、でかい腕一本を武器にするってどうなのと思ってたんですけど、非常に似合ってますね。そして全体の造形も素晴らしい。特にこの太もものデザインは秀逸です。胴体のデザインもいいですよね。ルブリス感もあり、ちょっとベギルベウ感もあります。ただ頭部のデザインはちょっと賛否分かれるかもしれません。クラフターは好きですけど、シェルユニット化してますからね、頭部が。では虎の手を使ってポージングらしきものを撮らせてみましょう。まずはパッケージイラストと同じポージング、右腕に虎の手を構えた状態。ものすごく決まってますよね。ヒロイクというか、もはやヒーロー戦隊もの、それぐらい決まってます。お次は虎の手を若干変形させてのポージング。前腕部は堅牢な装甲になってるらしく、このようにシールドとして使用することができるんですね。この変形具合もなかなかいい、というか虎の手非常に魅力的なウェポンです。この虎の手、実は銃器として使用することも可能です。指先には銃口というか砲口がついているらしく、このようにライフルとして使うこともできるんですね。指を伸ばして何かを発射するって、なんとなく悠々白書を思い出しますが、クラフターだけでしょうか。そして最後に驚きの使用方法、なんとこんな感じでロケットパンチのように飛ばすことができるんですね。いやマジでこの発想はなかったわ。虎の手面白すぎ。はい、というわけで今回はハイグレードガンダムルブリス10をディテールアップ全塗装してみました。ちょっとお酒を飲みすぎてしまいまして、声がやられていて本当に申し訳ございません。以後気をつけます。そういえばまたもやビフォーアフターをお見せするのを忘れてましたね。左がビフォーで右がアフターです。ちょっと一周回してみます。背面の虎の手もちょっと見ていただきたいので。このキットはあまり多くを語る必要ないですよね。虎の手がもう良すぎです。虎の手ポージングもなんかめっちゃ決まるんですよね。唯一の問題がプレバン商品ってことですよね。まあ再販もしてくれるんでしょうけれども、ちょっと買いづらいという点はあります。いつもキットの良い点を強調するクラフターですが、このルブリス10はマジでかっこいいです。もう完全におすすめできますね。プレバンで再販があった際はぜひ購入してみてはいかがでしょう。今回ご紹介したキットやツール類に関しては動画の概要欄に載せておきますので、よろしければどうぞ。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。